Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。いそいそ。はい。ということで、本日もバイオハザード6をやりながら人生相談に乗っていこうと思います。前回ね、ヘリを無事に墜落させることに成功いたしまして、続きましてではですね、ちょっとまあ、なんか休憩スポットみたいなところなのかな。ということでね、本日もね、のんびりと、人生相談をさせてもらえたらなというふうに思ってますんで、よろしく最後までご視聴ください。よかったらチャンネル登録もしてね、ということです。はい、ということで、早速本日1個目の質問をやっていきましょう。将来お金に余裕を持った生活をしたいです。4月から大学生です。今からできることはありますか？ですね。はい、ありがとうございます。いいね、若気の至りですね。すごいと思います。で、質問に対する答えなんですけど、まずはお金持ちになるっていうことってすごくいいことだと思います。なぜかっていうと、やっぱり世の中って何かをするにも、それを買わなきゃいけないっていう作業が発生するんで、お金持ちになる。すごくいいことだと思います。ぜひそういう生活をね、できるように目指していただきたいんですが、じゃあ、お金持って何したいのっていうことを知ること。これからやった方がいいです。で、それが果たして本当にお金のいることなのかっていうね。例えばじゃあ、服をいっぱい欲しいですってなったら、それは買わなきゃいけないのか。人からもらうことできるんじゃないかとか。もしかして自分で作ることができるかもしれないし。じゃあ、美味しいもの食べたいですってなったら、人に作ってもらうとか、それから、そのわざと買いに行くんじゃなくて、ね、そういう料理を作ってくれる奥さんとか旦那さんをめとるとかっていうお話とか、まあ、もしくは自分で作れるような技術を身につけてしまう。そしたらお金いらないっていう話ですね。まあ、調理師免許くらいは取る、そういうお金はいるかもしれないですけど、まあ、その程度だというところですね。じゃあ旅行に行きたいです。で、海外に行くから、そのための渡航費っていうのが絶対いるということで、なると、別に、わざわざ正規のルートに行かなくても、なんか自分で、ボート作って、誰かに便乗していくとかね、誰かのお金で行くってなったら、あなたのお金持ちが必要なんだよねっていう話なんですよね。でも、何かをやるのに、そのお金がいるっていう大義名分、それをしかも自分で稼がなきゃいけないって大義名分は一体何なのかっていうことを考えていくっていうことが、まあすごく大事になってくるということですよ。で、もし、ただお金が欲しいと、なんとなく漠然としているけど、お金持ちになったらいいんじゃないかっていうことだったら、そもそも何のためにお金持ちをやるのかとか、どうやってお金を稼ぐのかっていう、お金を稼ぐ方法とか、どうやって調達したらいいとかっていうのが浮かばないんで、残念ながらお金持ちになることは多分遠ざかっていく、なかなか達成まですぐにスッといくことっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうには思います。それが、例えばじゃあお金持ちになりたいですって、どんなふうにお金持ちになりたいのっていうと、人気者になりたいですってなったら、その人気者になってお金を稼ぎたい。だったら SNS を使った お金の稼ぎ方っていうのが、まあ今一番手っ取り早いですね。もしくはタレントさんになって、テレビ出まくって知名度を売って、いろんなところテレビ引っ張りだこになったりとか、いろんなところで講演をさせてもらって、その講演料で稼ぐとかっていうのが、まあ、王道の手段になってくると思うんですね。で、一方で、じゃあ何かものを広めて、自分がまあ作ったものとか、あるいは世に出したいなって思う誰かが作ったものを、まあ、広めたいということだったら、例えば、ショップを開く、ね、ウェブサイトの上のショップを開くとか、リアルショップを開くっていう手段ですね。で、それを売りさばいて、そのあらりから、自分の手元に残して、それでお金持ちになるみたいな。という手段が浮かんでくるというふうに思うんですよ。だから、どうやってお金、なんでお金持ちになりたいのかって、それはお金が必要なことなのかどうかっていうことと、そのお金持ちになることでどういう結果が得られるのかっていうことですね。どういう手立てを踏んでいって、最終お金持ちになりたいのかっていう、こういういろんな洗い出さなきゃいけない項目っていうのがあるんで、それが、洗い出せた上、全然出てこないけど、これ大丈夫？全然トカゲちゃん出てこないけど、めっちゃ気になるんやけど。あれ？出てこないっけ？変異系は孵化しないってことになるの？孵化っていうか、羽化というのかわかんないけど、まあいいや。そうそう。だから何のためにお金持ちになりたいのか、で、そのお金持ちになるためにどういう手段が取れるのかっていうのを考えないといけないということなんで、まあそういう視点でね、自分が大学生の頃から取っていかれる行動っていうのは一体何なのかっていうのをぜひ洗い出してもらいたいと
というふうに思います。で、その一方で、じゃあもうちょっとそのお金を稼ぐことに直結することは一体何なのかっていうことを考えていくと、そのノーマネーですね、要はリスクを負わずにお金、お金を使わずにお金を稼ぐっていう方法だったら、まあ、SNS がいいんじゃないかなと思いますよね。その YouTube だったりとか TikTok はね、お金稼げないからあれか、うん、YouTube とか、まあ、Twitter とかでもなんか今ね、なんか投げ銭できる仕組みがあるみたいなねことは聞くんですけど、うん、とか、まあ、あのいろいろ Facebook だ、Instagram だとか TikTokだとかツイッターだとかっていうのでフォロワーを増やすことで、まあお金持ちになるとまたちょっと違ってくるかもしれないけど、いつでもそのお金とか物とかっていうのを供給してくれる人と知り合いになっていく、そういうところでフォロワー増やして認知を取っていくという、そういう手段が考えられるんじゃないかなと思います。だからそのための面白い投稿っていうのをまあ毎日仕掛けるとこういうものですよね、うん、それもまあ学生らしい、ね、年齢にふさわしい内容のものとかだったらなおさら面白いと言ってなくて、同世代から受けるっていうことが大事になってくるんで、同世代に受けると同世代にその受けると何でいいかっていうと、その自分と共に年齢が成長していくからですよね。そうするとあなたが今ごめんなさい20歳ですと。20歳だけど、まあ、そこから成長していって、じゃあ25になりました。そしたらファンの人たちも25なわけですよね。そってことは同じことが楽しめる関係性なんですよ。で、30になりました。30歳で楽しめること共有できるよ。35歳で楽しめること共有できる。40、50、60、70、80と、まあ、そこまで、ね、インフルエンサー的な活動するかですけど、まあ同じことで楽しめるし、同じことで共感を得られるし、同じことでムカつくし、同じことで嬉しいし、同じことでムカつくし、悲しいしっていう、いろんなね、同じことでっていう共通共有をすることができるっていうのは非常に大きいというところですんで、ぜひね、同じ年代の方、人たちを、まあ、SNS とかで、かき集めてみると。もうこれがノーマネーでできるようなことですよね。で、そのもう一方で、お金をこうかけてでもいいということだったら、まあ、投資ですよね。まあ、日本の株式投資とか、まあ、今全体的にちょっと下がってる。まあ、これが、こう、ちょっと上がるとタイミングがどうかと思うんですけど、まあ、上がったり下がったり、まあ、結構乱高下激しい時期ですけど、まあ、どっちかというと全体的に株価下がってるんですよ。株価下がっといて、で、買います。で、特にその学生さんだったらNISA始められるんで、NISA で始めたら、まあ、5年間無料ですと。そしたら社会人になるときに、その、買った株っていうのを全部売りたばけば、まあ、いくら出すかにもよりますけど、まあ、プラスで、まず数十万とかね、めちゃくちゃ出したとしたら、まあ、100万、200万とかっていう単位を稼ぐことができるんで、うん、まあ、それを元手にね、さらに株を買いますっていうこともできるし、まあ、伸びが悪いものを売って、伸びがいいものに、まあ、買い増しをするとかね、そういう、まあ、いろいろとした考えられて、あとは、インデックス投資とか、ST500 とか、それから、イデコって学生でできるのかな、ちょっとそこはわかんない。多分年金がそもそも国民年金がそもそも控除されているは、控除というか、まあ延長されているはずだから、うん、それを考えると、そっか、まあイデコは社会人になってからなのかな。ごめんなさい、ちょっとここら辺が僕詳しくいいお金の情報をちょっと把握できてないんであれなんですけど、うん、まあもうそういう手段がありますっていうことですね、うん、あとはまあなんだろうな、小銭稼ぎをしていくんだったら、身の回りにあるいらないものっていうのにヤフオクとかにかけるなりして、ちょっと競売させる。メルカリはね、正直にあんまおすすめしないっすね。その競合がいない製品、アイテムを売るだったらいいんですけど、なんかね、やっぱ同じもの結構出てるんですよね。なんか売ろうと思ってる本にしろ、服にしろ、なんかトレカにしろとかって。で、そしたら絶対値引いてくるやつなんですから。例えば、めちゃくちゃ、あるんですけど、その値引き交渉。僕もまあ、いらないものを手っ取り早く売るのにメルカリを使ったりはしてた時期あったんですけど、今もほとんど売ってないですけどね。まあ、残ってないってもそのままほったらかしにしてるっていうだけなんですけど、うん。めちゃくちゃ値切ってくる。で、その値引き額が、お前ら算数とか、
算数勉強してこいと、会社経営やったことあるんだったら、それがね、会社経営というか、まあ、会社のその営業のこととか考えたら、この値引き額ありえないだろうってすぐ分かるじゃんっていうような額を差し引いてこようとするんですよ。で、3000円であのポロシャツ売ってます。そしたら2000円でいけませんかって、なんで見ず知らずの顔を見えない人に 33% オフで急に売れって言ってくるのって、ユニクロでも 5% オフじゃんみたいなね。っていう話なんで、そうそうそう、だから値引き交渉ひどいん でしかも高くも、そう、値引きしたら高く物も売れないし、本当にいらないものを普通に中古屋ショップに行って売るよりも高く買ってもらえるっていうので妥協できるんだったら全然メルカリで売ってもいいと思うんですけどね、うん、まあそんなところですわ。はい、だからまあいろいろできることはあると思いますんで、ぜひ一個一個また実行していっていただけたらと思います。はい、じゃあ次行きましょう。3月から就活が解禁します。会社のことや業界のことを調べたことがないので何も知らず、正直やる気が起きません。それでも来年には就職して働かなくちゃいけないし、何から手をつけたらいいでしょうかってことですね。何も知らないんだったら、とりあえず、まあ、今どういう形式でやってるのか分かんないんですけど、まず間違いなく増設は行った方がいいんじゃないかなと思いますね。そこ結構ね、僕ね、後悔してるところで、豪雪とか行ったことないんですよ。うん、で、行かなかった理由としては、かっこつけてたんですよね。そんなところ行くやつなんて、みたいな。雑魚ちゃん、みたいな風に思ってたんですけど、今思えば、そのせいで僕あんまり企業研究とかっていうのが、もう結構パソコン上とかレベルでしかできなかったんで、やっぱり、担当者、社会人として働く人たちの生の声とかを聞くことができないから、仕事っていうものの実態、痛い、やばい、これ、あ、もう終わったかもしんねえ、やばいやばいやばい、うわ、おらない、よちゃくせえ、ちょっと弾をケチりすぎた、リベンジ果たします、うん、まあいいや、そんなことは、うん、そう。だから生の声とか聞くとか、やっぱり知らない会社めちゃくちゃ多いんですよ。社会人になって、それは痛感した。で、ね、そのみんなが、誰もが知る会社っていうのが、まあコマーシャルでね、まあ車系の会社とか、不動産系の会社とか、物を売ってる会社とかね、まあ日用品ね、洗剤とかそういうの売ってる会社とかって、皆さんもう知ってる会社たくさんあるんですけど、日本って350万社とか360万社とかかな、まあ、中小企業、ほんと一人で経営してる会社とかも含めてなんですけど、あって、豪雪行ったとってそれでも数十社しか知らないわけですよ。360万社って、例えば36社知りましたってなったら、もう100万分の1。1000万分の1？違うな。うん。計算ができない。10万分の1とかも、そんなもんなんですよ。しか知らないわけですよ。うん。で、じゃあ知ってる企業の名前上げてってみってなっても、多分せいぜい頑張ってあげれても100社くらいだと思うんですよね。で、その100社が一体何をやってるのかっていうことは、多分ほとんど多くの人は知らないわけなんですよね。うん。実態を、に関して。その生の声を聞くってなって、聞くってなれば、豪雪に行く価値ってすごいあると思うんですよね。そこでイメージを持って、で、就活本番に面接として臨んでいくとってなったら、やっぱりその生の声を聞いた上で、じゃあ、御社を志望される理由はとか、あなた何できんのとかね、どういうことやりたいのって聞かれた時に、自分の言葉として語ることができるようになると思うんですよね。だから就活って、まあ、進んでやりたいとか、ね、喜んでやりますっていう人は、まあ、多分ゼロだと思うんですけど、合同説明会とか、まあ、そういう社員さんの生の声を聞くことができる場とか、まあ、自分の知らないものを知っていくっていうような知識を身につける場っていうのは、すごいね、融合活用してもらうといいんじゃないかなと思いますね。僕はそれをやらなかったんで、会社ってどんなところっていうのはあんまり知らないで、漠然とその独立してこういうことやりたいっていうことばっかりが先行してたんで、そんな就活なんかまともにやるのって、もうなんかね、烏合の衆だみたいな感じでね、ちょっと言い切ってた部分があるんで、それをやったせいで、会社の実態っていうのを知らないで、入社してからかなり苦労したっていうのはありますから、まあ、このご質問さんに関しては、そういうことになってほしくないんでね。まずは情報を集めるっていうところから、始めてもらえたらなと思うんですよ。だって、人間って知らないことに関してやる気とか行動とかって、もうやる気も起きないし、行動とかもね、しようと思わないじゃないですか。ところが、
情報を集めて知っていったら、あ、もっと知りたいなとか、これを使って何かやりたいなっていう行動力も出てくるし、知識欲とかさらに湧いてくるわけなんですよ。勉強も同じだと思うんですよね。例えば国語のテストがもう全然良くなくて、国語が楽しくないっていう人は国語の勉強をしないんですよ。だけど国語の勉強してて成績も良くてっていう人は、もっと国語で点数取りたいなとか、もっとこの国語のこと知りたいなと思って、いろんな問題に手をつけて、参考書なり教科書なり本なりっていうのに手をつけまくって、でいろいろとやっていこうと思われるわけだと思うんですよね。だから、まあ、無知よりは知、知ってる方がまず間違いなくいいと思いますんで、ショットガンの弾はもうありません。はい。ということなんで、まずはね、いろいろと物事を知っていくっていうところから始めてみられるっていうのがいいかなと思います。で、そのために、就活解禁の時期が3月です。じゃあ3月に、まあ、いろんな会社が、まあ、リクラビとかマイナビとかでエントリーがすることができるようになりましたと。で、その上で、いろいろと合同説明会とかの、多分タイムスケジュールとか出てると思いますんで、そこでいろんな情報をかき集めていって、就活っていうのに臨んでいくということをしてもらえると非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい。というところかな。まあ、あとはね、なんだろう、メンタル鍛えるってわけじゃないですけど、面接官になんかいろいろ聞かれても気にしなくていいっすよっていう、そういうね、こいつらもただ一人間だし、1時間喋ったところで私の魅力は伝わらないんだから、まあ、落ちたら落ちたで仕方ないよねっていうふうに思える、そんな心構えが準備できるだろう。これ結構大事っすね。まあ、僕が最初に落ちた会社はもう圧迫面接をしてくるようなもうバカ男だったんで、もうそれも結構ね、有名なね、転職サイトを展開している会社だったんですよ。っていうような人がね、僕のことを面接で落としたんだけど、こっちからお断りだと思ってね、まあ言ったんですけど、その場で、いやもう次の面接結構ですって僕も言った過去もあるんですけど、まあ、そういうね、面接に受かった、落ちたとかっていうので、一喜一憂しない、まあ振り回さないためのメンタルっていうのを身につけておくことは大事かなと思いますね。はい。でも、登ってくんのがよ。すげえな、こっち。足元使うんだ。へぇ。まあいいや。ぶち込む。ということで、なんか次進むところとかがあるのかな？よいしょ。おります。あー、わかった。ここあれだね、あいつ出てくるところだね。そうか。じゃあもう20分近くね、お話もさせていただきましたんで、ちょっと今回2つしか回答することできなかったんですけど、一旦ね、ここで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。